はい、アラジです。今日も一日脳のリミット外してワクワクだらけでいきましょうね。今日何の話しますか。そうなんですよ、ごめん、最終的にはなんだ、週末にスクールがあって、またいろんな方といろんなお話をさせていただいたんですけれども、俺のところにね、こんな俺を頼ってみようかなと思って来てくださる方の中で結構多くいるのがサラリーマンをやっていて、でこのままサラリーマンやっていてもこの先ちょっとなかなかこういつまでたっても会社の奴隷だと、俺が脱奴隷の幸せ、自分の人生を取り戻せとかいうメッセージを出してるから、それに反応していただいて、いやこの先会社にいてもなかなか人生暗いかもしんねえし、会社の言いなりになるのもあれだし、よしじゃあ独立して自分の手に仕事をつけて、よし自分でコンテンツホルダーとして独り立ちしようっていう志を持って来てくださる方って本当多いんですね。いやとってもいいことだと思うんですよ。繰り返しになるから長く言いませんけれども、自分の人生を他人にコントロールされるのやめよう。会社の言いなりになってペコ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 生きるのやめようね。自分の人生を自分の手に取り戻そう。それはいいやな。それで来た人がね、もう昨日その週末のスクールでもね、同じ症状に病状に陥ってる人がいて、一人目の方はね、サラリーマンなんだけど、気象予報士になりましょうみたいな講座を提供できるんですよ。その人いいじゃないですか、面白いですよ。気象予報士になりたい人って結構いっぱいいるんだよね。でそれの講座を作るっていうのを今どんどん作ってってるんだけど、毎月で、その人が「いや私さん、実は」っつって、気象予報士の受験人数が年々調べてみたら減ってってるんですね。何万人から何万人にみたいな、万はいねえか、でも万ぐらいいるよね。でも要は気象予報士になりたいっていう人が年々若干減ってってると、このマーケットは暗いんじゃないんですかと。じゃあ私はこのままでいいのか迷ってみますみたいなこと言うんですよ。いやこれ、バカでしょ。いやそれは気象予報士になりたい人が年々ちょっとずつ減ってってるかもしんないけどさ、別に来年いきなりドーンってゼロになるわけじゃないでしょ。マーケットが縮小していってるかもしれないから、私このままでいいんですか悩んでいます。いやまずやれよ。マーケットの縮小とか関係ねえから、まずはやってみろよ。やらない理由探しになってるんだよ。まあそれはいいんだけど、いや確かにマーケットとかの全体を見るのは大事よ。でもそんなことに気をもむ必要はない。マーケットの全体がどっちに向かうかなんてことはあなたの力じゃ決められないし、どうすることもできない。でも別に来年急にバンってゼロになるわけじゃねえんだから、一定数は確実にいるんだから、そこでまずビジネスやってみようよ。やらない理由になってんで、マーケットが縮小してるんでみたいな。もう一人の方も全く同じ病気で、多くの方この病気になっちゃうんだよ。まあ自分で今までサラリーマンやっていて独立してコンテンツホルダーになる続けなかなか大変だと思うけど、みんなこの恐れにかかっちゃうね、病気に。その人も会社員でずっとこうカメラマンをやっていた、カメラマンディレクターみたいなことやってた方なんですね。でその方もいわゆるこう動画制作みたいな、自分の独立して会社を作ろうと、ウェブの動画を作ろうみたいな会社、いい感じじゃないですか、ウェブ動画って流行ってますよ今後みたいな話を言ったんだけど、その人もなんだかどこで調べたんだか知んないけど、そのウェブ動画の需要が落ちてきてる統計データみたいなのを持ってきて、これで私ウェブ動画を作る会社を作っていいんでしょうかみたいな。作れよ。マーケット全体がどうなってるかとかって関係ねえし、同じことの繰り返しになるけど、明日翌日にバンってなくなることはねえんだから、まずやれって言うんだよ。多くの人がそこで止まる。だそれ気をつけていこう。確かにね、新しい世界に踏み出す時は不安はつきまといますよ。ごめん、俺も2つの話をいっぺんに言ってるな。まず1個は、要は自分が戦おうとしている戦場がマーケットが縮小していってるのか拡大していってるのか、いやそれは考えた方がいいけど、そんなのは関係ねえから、まずやれよ。やったら見えるから。そしてマーケットが縮小していってるって言ったってすぐゼロになるわけはねえ。そしてマーケットが縮小傾向にあるか拡大傾向にあるかなんてのは、もうそんなのはあなたの力ではどうにもならない。悩んでも仕方のないこと。それを理由にやらないのが一番ダメ。まずやれって話だよ。縮小してたって、逆にニッチな方がいいんだって。マーケットなんかちっちゃい方がいいんだってね。そしてもう一個が言いたいのが、やっぱり新しいことに踏み出すときは不安、それはわかる、それはよくわかる。でもさ、
踏み出さなきゃ何も起きないじゃん、このままじゃダメだなって感じたから踏み出そうとしてるんじゃん。だからそこの不安はやっぱり自分でえいやって乗り越えていかなきゃ何もないってね。いや俺もさ、ちょっと 2,3 日前の動画で、まあちょっとこの下にもう一回添えといてもいいけど、老人放送作家が悲惨な人生になってるみたいな話でさ、で俺は途中で手放せた、放送作家っていう仕事手放せたって話したじゃん。それ俺もだから自分で乗り越えたから分かってるよ一回そこが。俺もものすごい不安だったよ、放送作家で俺のもうメイン番組と言われてる、俺が放送作家人生をかけた番組をやめたんだよ、自分から卒業させてくださいっつって、ものすごい勇気がいったよ。だって俺といえばその番組だったから、看板番組だったから、ゼロから作って、そして俺のメインの番組だったよ。ギャラもたくさんいただいてたよ、いい感じに居心地は良かったよそりゃ。でもそこを飛び出さねえとねえな、この先っていうか思ったんだよね。あのさ、手放した分だけ何かが入ってくるみたいなスピリチュアルみたいなことは言いたかねえけどさ、しがみついていたら何も起きない、そしてえいやっつってやべえ手放しちゃったと思うかもしれないけど、手放すことによって次が起きるからさ、もうそこはえいやで行くしかないんだよね。俺もよ今考えたらよくあんなことやったなと思う、自分からあんな看板人気番組を降板したと思うよ、やめさせてくださいって言ったと思うよ。ね、だからね、その今現在サラリーマンで頑張ってらしてね、ちょっと独立起業とかしてみてえな、頑張ってみてえなと思ってらっしゃる方いっぱいいると思う。でも思ってるだけじゃもちろん何も起きないし、やめてみ、そう、まあまあまあ俺も自己責任だから責任は取れないから強くは言わないけど、でも俺みたいな講師の仲間では、やめとこう、来月までに会社やめとこう、辞表出してこいとか言う言葉で言う人もいるけど、いや俺はそこまでは言わないけど、でもやっぱり手放すのは不安わかる、現状満足じゃないかもしれないけど、ちゃんとした固定給もらえてて暮らせてる、このぬくぬくしたぬるま湯から出るのは怖い、そりゃわかる。でもね、飛び出してみなきゃ、マーケットの縮小とかを理由にしちゃダメ、飛び出してみなきゃ何も起きない、そのままぬるま湯でゆっくり死んでいくんだったらそれはそれでいい。だから俺もあのまんま放送作家でジジイになってゆっくり死んでってるのを選んでればやめなかったわけですよ、番組を。でもそれじゃ良くないと思うから、思い切って決断をしたさ、思い切って決断大事なんだよね、的なことですか。まあなんかグダ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 ちょっと2つの要素が混ざって話しちゃいましたけど、まずはできない理由を探すな、自分がやるべきことをやってみる、そして手放すのは怖いけれども手放さなきゃ次のことは起きないかな、まあそんな感じでございました。引き続き頑張っていきましょう。ありがとうございました。